はい、じゃあ最後ちょっと最後の方何でしょう、何でしょうかね。どなたですか最後の方。あ、もしもーしもしもーし聞こえないですね。あ、聞こえないな。また聞こえなかったら変えますって言ってますね。じゃあ次もう一回行ってみますか。あ、来ました。はい、うー、はい、もしもし、もしもし、はい、もしもし、聞こえますか。ちょっといやいや、そんな軽くどなたですか。え、あ、聞こえてますよ。はい、ナベナーでーす。うわお久しぶりです。え、はい、お久しぶりです。あの、ヨルシカっていうバンドで、あの、知ってますよ。ギタリストと作曲とかいろいろしております。いやいや、もう知ってますよ。あんまりこういうとこも出てこない方がいいですよ、ナベナーさん。いや、ちょっとあのですね、はい、あの、これ今日事務所に行ってないんですよね。絶対やめた方がいいですよ、本当に。名前隠しますわ。もうやめようか、ナベナー。いや、でも、あの、普通に、あ、そうか、あの、ピーナッツくんが好きで、僕は、はい、あの、追っている人間なので、あの、いや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 、応援はしますよ、全然。いや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 、やばいな、こんな朝方に。朝方に、いや、普通にあの、はい、仕事してたんで大丈夫です。そうですか。仕事しながらゆっくり見てました。いや、これしながらどんな曲ができるんだ。なんでしょう。いやいやいや、なんか、あの、これ普通に流し聞きしながらギター弾いてたんですけど、はい、なんかみんなすごい可愛い自己紹介をしてるじゃないですか。はい、なんか僕だけ普通にこうやってくるの、なんかすげえ、なんか謎の人が来たなって感じで。いや、謎の怖くないですか。めっちゃ雑かったんですよ、入り。雑すぐらい。なんか普通に入っちゃったなと。いや、いやね。いやいや、もう皆さん頑張ってるなと。いや、皆さん名前はもうすごい、すごいですから、ナブナさんの。はい、だって、ヨルシカですよ、今はときめく。今はときめくすぎる。ヨルシカのナブナですから。はい、やめてくださいよ。難しいじゃないですか。いや、もうそういう感じですよ、ナムナさんは。もう自覚してください。自覚してください、こんな自覚。後でアーカイブ消してください。我々がなんかこういう感じで言うのも、もうこれで最後なんですから、きっと。いや、たまあ、多分そんなバレてもそんな怒られないでしょ。大丈夫ですよ、意外とメジャー緩いですから、ね、そうなんですね。意外と緩い。いや、ちょっとコメントがね、もういっぱい来てますよ、もう。はい、ありがとうございます。自己紹介かわいいって言われてますね。かわいい自己紹介。自己紹介ありますか。かわいい、え、なんすか、やめてください、マジで。いや、いや、すごい、そんなことをね、言われても僕全然出てこないですからね。なんだろう、メロディーメイクで笑顔をメイク、あなたの心にシーマイナー。やめて、走って。いや、だめだ、めだ。じゃあ、こんなことやらしてダメだよ、本当に。何を、メロディーメイクにあなたの心にシーマイナーって言ってましたね。フォローできる。本当ですよ。これがいつかなんか YouTube とかに、はい、なんか上げられて、そうです、切り抜きされてね、その消えないインターネットタトゥーとして刻まれるのは本当に勘弁なんで。デジタルタトゥーとして喜んでる。デジタルタトゥー求めてるんだ。あー、消えた。もう自由すぎ。消えた。はい、ということで、はい、今の考えたんですかね、なんとかなんとか姉妹の。そうですね、あなたの心にデカキンさんみたいになっちゃってますね、名言の感じ。いや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 、違うから。なんかその立ち位置が、世の中にとっての立ち位置が本当にすごい。ヨルシカですよ。めっちゃ自由じゃん。そうですね、ヨルシカのナムナさん、たまにね。あ、切れちゃったんですか。切れちゃったんですかね。あ、もしもし、もしもし、もしもし、あ、大丈夫ですか。あ、もしもし。あ、もしもし。切ったんかと思いました。あ、いやいや、全然。切れちゃっただけですね。急に切れちゃっただけです。いや、あの、はい。普通に、あの、皆さん、あの、おしゃれになりたいピーナッツくんというショートアニメが、YouTube のチャンネルで、あの、ピーナッツくんのチャンネルでいつも投稿されているので、皆さんそれをよろしくお願いします。僕から宣伝したいことは以上です。いや、映画のあれいいんですか。ネットフリックスになりましたけど、配信。そうですよ。そうじゃないですか。ああ、そうそうそう。なんか、びっくりしました。はい、なんかやっぱコロナの、はい、今よう渦巻いているやつですね。はい、いや、来ましたね。世の終わりが。結構楽しい。声が嬉しそう、出てます。楽しんでるのはまあいいんじゃないでしょうか。いや、だから、それの影響で、はい、なんかまあネットフリックスで公開みたいな感じになって、いつかは映画館で出るのかな。泣きたい、私は猫をかぶるという映画です。よろしくお願いします。そうですね。はい。全く。そこら辺の宣伝はもうどうでもいいんですよ。はい、あの、いや、どうでも僕全然好きな曲なんですけど。
あの魂を込めて作ったので、はい、で、あのそれより僕はピーナッツくんのショートアニメ皆さんに見てほしいな。僕はそっちの方が上でしょ、今。これ以上。あれすごい。あのなんか、あの126話だったっけな、あのなんか最近出してた124かな、なんかあの危ない動物の森ってやつ、めちゃめちゃ好きでしたよ。ありました。そんなものをチェックしていただいてありがとうございます。カウントの仕方がさ、1部と2部はなんていうんですか、ピーナッツくんって、はい、シーズン1とシーズン2分かれてるじゃないですか、はい、足した数字言ってんなと思って、はい、あ、120多分、ね、いやいやもうそんな、そういや、あ、そう、24か、あれか、24は、そうだ、現在は24だ。いや、すいません、ありがとうございます。生さんね、はい、あの VTuber もね、たまに見てらっしゃるということなので、なんか噂では、コウ君のメンバー会員らしいです。あ、そうですね、あのピーナッツ君から入って、なんかコウ君もなんかハマってしまって、普通になんか作業しながら見たりしてるから、いや。結構ね、噂になってますね、巷では。巷ではね。そうなんすか。いや、全然、コウ君、コウ君が、はい、バーチャルホストクラブで、はい、すごい、悲しい、なんだろう、僕はすごい良かったと思うんですけど、はい、悲しい姿を見せてたから、いや、コウ、俺悔しいよって思って、ちょっとコメントで、コメントできてました。コウ、俺悔しいよって。うずき軍団。うずき軍団が、もう入ってますよ、軍団だ。いや、頑張ってほしいですね。いや、なんか、はい、僕さっき、あんま休憩時間を奪ってもいけないので、だからショートアニメの宣伝をして帰ろうと思って。いや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 、おしゃれになりたいピーナッツくんの皆さん、よろしくお願いします。めっちゃ言ってました。なんか2回目で、あ、切れた。これは本当の、これは本当に切れましたね。いやいや、ナムナさんがね、よろしかの、ウィキとか見てください。あ、はい、はい、というわけで声真似の方なんですかね。ん、声真似の方なんですかねと思いますね。本物じゃない、本当だよね。だって本坊さん一番好きなんでしょ、ヨルシカが。今こんなふわっと喋ってます、心は。そうですよ、今僕らもね、ちょっと切れちゃったみたいですけど、もう今ので締めます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ということで、はい、いや、すごいな。一番好きなんですよ、ポンポポの。これ以上言うとただのファンになるんで抑えますが、はい、ということで、泣きたい私、泣きたい私は猫をかぶる、ネットフリックスで3月ないわ、5月のちょっと日までは覚えてないですけど、はい、配信なので6月じゃないかな、6月だったっけ、あ、6月は来月だ、今5月か、はい、来月です、6月です。はい、ということで、ということで以上、突枠でした。ありがとうございました。ありがとうございました。